はい、こんにちは。田原です。えー、今回はですね、えー、ストリームヤードにですね、新しく Twitter ライブもですね、できることになりましたので、えー、今回ですね、ちょっとやってみようかなと思います。えー、設定方法ですね。で、えー、とこちらの方で、えー、ともう僕の方では1個アカウント作ってましたけれども、えー、と配信のところでいろいろと見てるときに、 ほいえっと、配信開始するとかビデオとか、こういった部分もありますけれども、えっと、配信先、ここの部分で配信先追加するっていう風にすると、ここにツイッターっていうものが出るので、ここをですね、えー、押してみてみてください。そうすると、これをですねツイッターに置き換えるとかっていう風にやったりとかするので、えー、これをですねやってみましょう。で新しいツイッターの配信を接続するってあるので、こんな感じで。 やったりとかすると、えー、連携アプリを認証というものがありますので、こちらの方をクリックすると OK です。はい、そうすると、ぴょんぴょんぴょんとなってて、まあ、こんな感じで出てきましたということです。はい、ちょっとここを1個消しますね、僕を。よいしょ。そうしたら、でもここにツイッターが出てきました。ということなので、えーと、Facebook ライブ、YouTube ライブ、Twitter ライブとかっていうものを、これですね、えー、と同時に配信することができるということになります。はい で、えー、っとですね、ちょっとなんかエラーが出てたのでちょっと見てみましょう。Facebook のアカウントでのアクセスを失いました。あ、大丈夫ですね、ここで。なりました。ということで、じゃあ、同時配信するにはどうすればいいかっていう感じなんですけど、これはですね、えー、っと、有料プランにする必要があります。で、1個だけだったらね、いいんですけど、ここちょっとじゃあ、請求のところっていう風に見ていただきましたら、こんな風にに、ね、なったりとかするんですけれども、よいしょ。で、プランを変更するっていうものがあるので、これを押します。気づいたらなんか ストリームヤード、日本語がね綺麗にできてますね。うん。今まで英語だけだったんですけど。で、えっと、えっと、フリーだったらマルチ配信でできないんですけど、ベーシックだったら3件の配信ができるということです。で、えっと、プロフェッショナルだったら 8件までできるということですね。でなおかつ、フル HD も、えっと、画質よくなりますので、プロフェッショナルプランね、こんな風に良くなります。ちょっとせっかくなので、僕、明日ライブ配信あるんで、ちょっとこれしようかな。プランを変更すると。ということにしたら、こんな感じでプラン変更もできます。で、最高のやつは、えー、10人までの、ね、画面参加者もできるし、録画も10時間できるしとかっていう感じで、結構、ね、いい内容にもなっております。 はい、ということで、こんな感じでできます。はい。で、えー、とちょっと削除しますけれども、よいしょ。よいしょ。YouTube でも削除するということで、でちょっとせっかくなんでね、やってみましょうかね。YouTube で削除できないんだ。よいしょ。はい。で、ここですね、配信作成するっていうところを押してみていただきまして、で新しい配信、消します。で、こんな感じで。 入れるところで、すすねね録画ののみっていううもあります、ね、今、うんでこんな感じでやっていって、えー、11、14日、えー、テストライブとかにしましょうか。えっ、ー、と、あすは、えっ、ー、久しぶりのライブ配信なので、 てみますという感じでしましょう。で、えー、スケジュールね、設定とかサムネイル作成とか、こんなこともできますので、やってみるといいかなと思います。はい。で、えー、っと、ま、きょの例えば5時、えー、4時半とかにすることもね、できますけど、こんな感じで設定することもできます。はい。っていう感じでやます。 いくと、OK、なので、これで配信先カスタマイズとかっていう風にするとこんな感じにできてきますので、配信作成っていうことでできます。はい、こんな感じでいいですね。はい,い。で、実際に、えーっとね、配信するときはスタジオに入るっていうところから、こんな風にやると、えー、できますので、やりましょう。はい。で、マイクの、ね、チェックとか、えー、カメラのチェックとか。 なんかこんな感じもいろいろありますので、ちょっとね、やってみてるといいかなと思います。お久しぶりに、本当僕もちょっと見ましたんですけれども、ね、結構、音声アバターとかいろいろありますね、こんな感じで。うん、ありますけれどもね。うん、なんかいろいろとまたやってみるといいかなと思います。ほい。で、デバイスとかなんかいろいろありますけどね。 うん、こんな感じでいろいろとあります。ということでですね、皆さんも Twitter ブがですね、何、えー、けなえっ、ー、とストリームヤードでも配信することができるようになったので、まあ、ぜひぜひあの同時配信やってみてください。ライブコマースってね、呼ばれているこういうマーケティングっていうか、えーとマーケ、マーケット市場がすごく今大きくなってますので、ぜひとも活用してみてください。では以上です。ありがとうございます。